はい、どうもこんにちは、松井ゆくの松井です。さあ、本日も始めていきましょうということになるんですが、縄文時代の変更点ということをしっかりと見ていきましょうということになります。縄文時代の変更点って何かってことになるんですが、実は大型動物たちがみんな死んでしまうということになるんです。はい、でこれは社会の流れ的にはそうなんですけど、中型動物とか小型動物の方が基本的には生き残るという形になるわけなんですね。だから今でもそうですけど、大型動物の種類たちってみんなどん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 死滅していくじゃないですか。ところが中小型動物が要するにどん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 繁栄してますよということになってくるんですね。でそうなってくると、この中小型動物たちはどういうふうな感じになってますかっていうと、まずその動きが速いんですよ。やっぱり中型動物と小型動物ってやっぱ動きがパパパパって速いんですよ。だから恐竜とかめっちゃ遅いですから、ね、だから恐竜とか倒すのすごい簡単で、適当には要するに棒とかでブス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 刺しまくれば、とりあえずぶっ倒せるっていう風な感じになってるのが、基本的には大型動物なんですけど、中型動物とか小型動物ってやっぱ速いんで、動きが。そうすると速攻で倒さないといけないんですよ。じゃあ、そこでどういう風な感じになるかっていう話になってくるのかっていう話になってくるんですけど、弓矢を使ってやります。こうやってこう、ピュッとね、飛ばしてやっていくという感じになるんですけど、この弓矢ね、何をしていくかっていう話になるんですけど、この弓矢の要するに先端についているのが何かっていうと、まあ、この状態鉄じゃないんで、石族というのになります。いいですか？石族。この石族っていうのをやっていますよって、石族を先端につけて弓矢ぶっ放しまくりますよというふうなのが、この要するに中古型動物を取るときに大事になってきますということになります。はい。では皆さん見といてください。まあ、弓矢は見てわかります。で、この先端部分についているのが、まあ、石族ということになるわけです。石族ね。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。